古代樹の森に礼儀えな。その理由は不明。目撃情報を仕入れてきました。案内します。早速痕跡が。ここに来ているのは確かなようですが、今日の森は少し様子がおかしいような。ひとまず行ってみましょうか。古流渡りの調査も一旦落着。長い調査に区切りがついたんですね。次は何を調査するんだろう。楽しみです。今日の森は随分と静かですね。どうしたんでしょう。鳥一羽、虫一匹見当たりません。何かに驚いて隠れているのかな。痕跡は西へと向かっていますね。次の調査はどれくらいかかるんでしょう。私は最低でもあと10年は残ろうかと思っています。次の古流渡りは10年後にあるのかないのか、それを確かめないと渡りの調査になりませんから。一騎団の方々もそのつもりだそうです。アプトノスの姿も見えませんね。よし、方向は合ってます。この先ですね。それと、実は私、調べたいことがあって、新大陸に来たのも、それが理由の一つなんです。そう、ずっと聞きたかったことが。あなたはどうして新大陸に来たんですか？と、この辺りですね。その話はまた今度。一同、揃っているな。これより作戦会議を開始する。今回は私の一存で、連絡の取れた一騎団調査班、そして
知る者もいる通り、先日レイギエナの大軍が海の遥か沖へと向かう現象が確認された。これについて説明を。はい。そもそもレイギエナには生息地を離れ、遠彼らがなぜ海を渡ったのか不明。今のところ考えられるのは、彼らの生態自体に何らかの変化が生じたか、あるいは彼らの生息地、つまりはこの新大陸に彼らを惑わす異常が生じたか。海の向こうか。総司令、どうし…いや、何、皆の意見を聞こう。その顔見りゃ分かりますね。意見を聞くまでもない。さっさと腰を上げましょう。こっちはもう待ちきれないのよ。よし。これよりレイギエナが一体どこへ向かったのか。そう来なくては。総司令、レイギエナが向かった先には彼らが上陸できる陸地があるはずです。例えば島とか。うん、船で。気球、私たちには空がある。三機団の気球か。それなら遠距離から陸地の視認も規模の確認も可能だな。よし、派遣する調査員を選出する。お前は物資班と技術班は一部同行、五機団は各自準備。完了次第司令。空を行ったその先に何があるかは分からない。それでは我らに導きの青い星が輝かんこと。以上、解散。新たなる出発の時、準備ができたら司令エリアへ。どうも。準備はいいか。さて。では後に。さて。では後に。さて。行くぞ。おーい、あの子なら準備に入ってるわよ。ギラン長さんのところだ。外にいたぞ。間違いない。はい、雲がレイギエナの進む方向へ流れていました。その日の風は北西に吹いていたので。あ、相棒。準備は。五機団の旗みたい。幸先がいい。はい、みんなの背を押す追い風です。
中に入って随分経ちますが。小さな島だと見落とすわ。目を凝らしましょう。はい。はい。レイギエナね。どこにどうして向かってるんだ？島があるかもって話よ。島か！新しい発見がありそうだな。見えた。島です。気流が乱れてきた。飛ばされないで。はい。相棒、大丈夫です。それよりもほらあっち見えてきました。待って、島じゃない。島よりも大きい陸地です。これ以上進むのは危険ね。そんな、あと少しなのに。舵を取り直すわ。あんたたち中へ。さすがは相棒、賛成です。降ろせそうな場所を探してきます。あ、それでは後で。わお、この寒さ、なんとかしないと。凍りついてしまう前に、ここにキャンプを作りましょう。ついでに着替えませんか？総司令が手配してくださったんです。着替えてもまだまだ寒い。すごい場所です。それじゃあ、気球を降ろせそうな場所を探しますか。段差になっています。気をつけて。気をつけてください。唐辛子でホットドリンクを作りましょう。寒さ対策にはこれが一番です。その先に広い場所がありそうですね。ここをくぐってみましょう。
ギエナの痕跡、やっぱりこの地に。ヒレのような足跡は新大陸でも似た痕跡を見たことがあります。明らかに大型モンスターの痕跡ですね。初めて見る痕跡ですね。
そうな場所を見つけました。探索を終えて合流しましょう。この寒さはスタミナを消費するな。こんな時はホットドリンクを使えよ。